演舞開演。どうも、本日はこちら缶詰プレミアムオイルサーディンを食べたいと思います。先日はタコのオリーブオイル漬けで大変なことになりました。今回は大丈夫なのでしょうか。とりあえず今のところ大丈夫です。このままいただきます。アヒージョとはオイルの味わいがまた違いますね。イワシはすっごく柔らかく煮込まれていて、特に変な骨の食感なども残っておらず、パクパクと食べることができました。アラワタの苦味は若干感じられましたので、それが苦手という方にはちょっと厳しいかもしれませんが、私は好きです。これでお酒、ダメだ、私お酒飲めないし、変に眠くなるんですよね、飲むと。なのでこれとご飯で食べたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。